ラちゃんほうこんばんはお疲れ様さまありがとうチュンさんこんばんめこんばんめなんかダメだねうまくはまんない寝る前に見てないと思うきチュンさんヤッホー愛ちゃんがリップくれたよ見てかわいいアリスアリスたんだよアリスたんだよ<た>不思議の国のアリスたんリップセットに入れとこう リップが入ってるやつあら可愛い可愛い,いでしょお誕生日おめでとうカエラちゃん <laughs> ハッピーバースデートゥーユーまずあら可愛い可愛い,い,い誕生日おめでとうアイマールハロー言いに来たおめでとうできない一年にしてね将軍さんこんばんみーさんこんばんみーさん今日も素敵でしたありがとう リンちゃんがお眠。うん。すみ。今日はネイルしたんだよ。見て秋ネイル。かわいいと思う。<た>ネイルやってあげたいけどだって、ね、ダメな子多いやろ。大丈夫。大丈夫なの？うん、全然。やってあげようか、最後のライブの前に。明日の夜とか。

えいちゃんも頑張ってから食べたら。ーーこれ、チョコレートついてるから美味しいよ。可愛、えーえー、い,いでしょ、これ。全部に、ね、一個しかないから、食べていいよ。えー、いいよ、いいよ。気にせずお食べ。可愛、えー、い,い。黒を塗った理由は。結構、ここは意味のある指を塗りました。黒は。ま、で。 ここのの薬指だけ、この色。あとは全部ピンクです春川かカラーですねこれはあい、うん、ちゃん推しなんで、うん、GTR さんこんばんは、ね、ライブチキありがとうこちらこそありがとう来てくれて遠かった野郎に来てくれてありがとうあいまかわいいありがとう、うん、ハローメイちゃんゆいやっほー。I want to go to Thailand、うん、soon I want to meet you すごい安定しなさすごいハブタイ待チが人気で良かった面白いハブタイ待チ人気なんだねなんかハブタイ待チ好きっていう人あんまいるけどそんなに好きな人い,るいないと思ってたからりんちゃんとかみんな美味しいって言ってくれるから良かった花ちゃんこんばんだいこんばんだい これクッキー美味しくない?。うん、美味しい。クッキーが美味しいんだよ。それでも、お腹いっぱいだから、あ、りんちゃん、多分、これ、コーヒーだよ。うん、ご、うん、これ、コーヒー。目、食べれんから、うん、おめ姉ちゃん、ナポちゃん、やほ、ナポちゃん、今日、切れてた。よかった。おはよう。今日まで、ストレートを縛ってみた。今日。 以降はいろんな髪型をします。二十六日髪型何がいい？二十六は言うこと聞くよ。<laughs> 言うことってかリクエスト聞くわ。えー、茶髪。<laughs> 茶髪でツインで巻き巻き。茶髪でツインで巻き巻きらしいです。じゃあ二十六日楽しみにしててください。ちゃんと消えてたよかった。だこと明日染めこう買いに行かなきゃいけない。 クローロンチ、うロンチャップー。おろしやっぱ可愛い,いありがとう。おさげ。コスメとおさげ。前髪整えた。島田にやってもらった今日。 今日切ったの。あれ、キーチキーチ、今日綺麗でした。ええー、ありがとう。ありがとう、リタちゃんやー。今日はミニワンマンライブ、1二十四だったんですけども。新曲がなんと3曲初披露ということで。バン万歳三唱。声かれるまで桜散るという曲。3曲初披露させていただきました。

三種と歌たくさんしてるおめいちゃんみたい。えー、見に来て欲しかった今日もかわわきゃわわ楽しそうで何よりです楽しいよめちゃめちゃあとあれです歌いたいように歌うんだ思いのままミラクルを巻き起こせ We love 挑戦地平成に浮かんだ 虹の束「ミラクル共にここで火を通せ」っていう番組最初っていう曲と歌踊れ声かれるまでその手を振りかざせ歌に乗せてこの旋律はここから始まる明日へ叫ぶ声かれるまで想いは 風になりなりんだっけ「<laughs> 走り出したこの感情は枯れる花と共に」っていう「声枯れるまで」っていう曲と「桜散る花びら舞う道を駆け抜けて見えたその先の未来へ歩き出す」 僕の背中を押す街路純の桜ひらひら舞い落ちるっていう「桜チェル」という3曲を初披露いたしました <laughs> 安原は3曲とも出演させていただきました楽しい長野行かんくていいように食帰る予定やから落ち着いたら会いに行くね え、リットちゃんに会える日増えちゃう嬉しみちゃん。声枯れるまで好きなやつ。本当に本当に嬉しい。声枯れるまでは、なんだろう。そうだね。うん結構かっこよくて、踊りとかも、みたいな、すごい表拍で打つ感じの感じの曲で、 なんかもう音も超かっこいいんですよ。ドゥドゥンっていう最初もう「かっかっかっか歌え踊れ声かれるまで」っていう全員ユニゾンから始まるすごいかっこいい曲なのでちょっとみんなの心があの一斉で震えるような曲になってますし「さくらチル」はすごく今までにないようなミディアムテンポな すすごくななんんだろう可愛い曲なんですけど音が,音がすごい可愛いんだけど曲調っていうか歌詞とかがすごく切なくてでも前向きでっていう感じの曲でまたここでいつか会いましょうみたいなとかなんかすごく温かくて柔らかくて可愛い曲なんだけど。 切ない。とか。なんだろう、うん。繊細とか。そういうタイプの曲で、踊りとかもすごく柔らかい踊りが多くて、今までにない感じの曲だなって思いますね。声がれるまで好きなやつだ。お、嬉しい。震えちゃうよ。しんごさん、お疲れ、お疲れ、ありがとう。今日は来てくれてありがとう。今日は来てくれてありがとう。 パッと聞いただけでもええー、な、ええー、やろんごさんってね、私の知る限りね、4人ぐらいいるんですよ。<laughs> 私の知る限りのんごさん、4人いるからね。長の言ってる場合じゃね、お託しなきゃってなった。違うめいはメイちゃんに会いに来なきゃってなったんでしょ。<laughs> 最後のやつ、なんかじーんとする。なんか、桜チルは本当に好き。なんか、曲がすごい好き。 今日はうるうるポイントがいっぱいあって、ちょっと困っちゃって始まりました。うるうるポイントいっぱいあって、まず最初のところとか。うん。あとなんだろうな、やっぱり。個人的な。あれは。 信頼のリリシズムと、トコロマンスと、グレートフルアイドルライフかな。個人的には。や、や、や、末ら、メイちゃん、ニッシー、こんばんもい、こんばんもい。今日聞いてくれてよろし、ありがとう。今日受付の紙名前、た、ただし、だだしゅんになった。いや、それ見てさ、あの、結構メンバー、っていうか、メイとか、メイとジュリアで、えーってなりました。 えたなしゅんがただしゅんになってるよっつって声かれるまでバンドの曲って感じだね多分うんでももともとワンマンライブで披露する予定だったからすごくん寂しいなって思ったんだけどでも披露できてよかったなと思いましたそうだねめいちゃんを迎えにはい調子乗ってすいません早くりとちゃんおいで待ってるよグレートフルアイドルライフが生で見たい今日歌い場所がすごく新鮮だった 恋は眠りながら済ませて愛を現実で育てましょうあといつもの C のとこ歌えた今日も一日が始まるぞみんなと会えることが嬉しいのとこ歌いました無事喉が枯れました声枯れるまでをみんなで声出しまくって声枯らしていきましょう めっちゃ楽しかった嬉しい嬉しいカタカナでしんごさんという方もいらっしゃるよねそうそうそうしんごって名前は有名なのかないっぱいいそう私の同級生にもしんごって何人かいたから男性の名前の中では主流なのか あっっという間だったでも2時間やってたんでやばくないちょっと体が今今になってちょっとガタガタきてる生で聞かないとねそう生で聞いてほしいぜひとも1月14日お待ちしておりますやるか分からんけど多分やるよ「ただしゅん」「チキ取る時にはただしゅんに変換されててよかった」そう一瞬なんかんただしゅんた,た,だしゅた,ただしゅん誰やと思ってパッて見たらただしゅん見るから 楽しんかと思って <laughs> そういうのは起きるよね起きちゃうこともあるよね今使ってるリップはえっとあゆちゃんがさっきくれたやつしかし今日はいいパフォーマンスでしたありがとう 何が好きでしたみんなの中の良かったポイントを教えて「チキ取りたいチキとりたい」「メイムナポちゃんとお話ししたいよ」「下見がマックスだよ」「1月は平日だし高確率でいけるはず」「絶対来てほしい」「今日のスクショスクショタイムは黒うろんじゃ」 112日目スクショ撮ってツイッターに拡散してくれたら嬉しいです今日の言葉はじゃあ112日目やから「いいいいいい」に「に」に「に」いに」いいに。 いい,い,い,にいい肉が食べたいってつぶやいてくださいいい肉のお供に黒ウーロン茶ってつぶやいて「ハッシュタグはバンデージパンで「スクショタイムで」ですいい肉には黒ウーロン茶 112日目だから9はカッコにしといて <laughs> クローウルンちゃんそう5期セットはね後ろにあるの大体い,い,いつも後ろにあるリン以外とほとんどチェキ取らないままここまで来たな結構楽しいわねメイの中では喋ってねほんねんけどなでも26日まではほんとにもうリンちゃんのこと以外考えなくていいんだよいい肉いい肉いい肉のお供にクローウルンちゃんそう いい肉が食べたい食べたいよいいのお肉おいしいお肉が食べたい今日はもういっぱいバタバタしたからやばかった4日が最後そうだねでも4日までまた開くからね1日とか1日からのやつし1日福岡山口福岡のやつしか出られんから そこまでねずっと出れたらよかったんだけどねそういうわけでもないからとりあえず一応関東でのデハストっていうのはそれだからラストライブっていう認識はそこだからあの26日ほんとあのなんだろうりんちゃんが好きな人とかは、まあ、もちろん,なんだけどマンデージャパン好きな人もりんちゃん推しの方はもちろんなんだけど んちゃん好きな人とかなんだろうバンイジャパン好きな人は絶対来てほしいなって思いますもうどちゃくそうにどちゃくそうに頑張ったからエザーラがりんちゃんのファンの方にも喜んでもらえるようにいっぱい頑張って考えたので皆さんぜひ来てください「来てください」じゃないもう来て!」だよ26日はねえたくさんお話ししたいねナポちゃん やろうラーメンに黒うろん茶やろうラーメン絶対食べられん麺までいけないと思うめいちゃんありがとうちゃんと言えてなかったえっ然いいよ何も全然今日の感想めいちゃんが尊かった確信どうやろうどうなんかなどうですかいい肉の日は私のしゅ場メンバーの誕生日おいい肉の日に生まれるっていいね11月二29日誕生日はお肉いっぱい食べれるんかな やったけどなん,とかねじ込んだえよかった。もうこれただけで本当に良かったです。メイちゃんショールームお初です。お初です。ゆうまさんでいいのかなそして今日は最高でした。お疲れ様ですありがとう。初めてショールーム来てくれて。あとミニワンマンライブもね来てくれててツイートもしてくれてたよね。ありがとう。<laughs> ありがとう。どうでしたか感想ツイート見たけどどうでしたか 26日は終わったら灰になりますえーじゃあそれ固めて持ってくわ歌上手くて聴き入ってました本当に歌はずっと苦手意識が取れないんですけどずっと苦手だしみんなこれ言うと嘘やんって言うねんけど本当に歌は苦手の分野であと楽譜読めんからなんか何のの音を歌ってるとかはよくわからなくて感覚で歌ってたりするんやけど でも加入していっぱい歌って練習いっぱいしてなんだろうみんなが褒めてくれるからすごく歌うことが楽しくなりました <laughs> メイちゃんかっこよかった本当はありがとうカイくんメイちゃんの前行くと言葉でやんけどねじゃあその時はメイが代わりにしゃべるね新曲尊すぎて地蔵に一緒になったわええー、嬉しい11月2日に一旦人間に戻ります <laughs> はキレッキレやったキレッキレやったもうずっとキレッキレでいこうと思ってもう今回は曲に入るっていうのを目標にやりましたもう曲によって全部違う歌い方とか声とかいろいろ意識したのでそこへ見に行ってたらいいなすごい努力したんだねなおさらすごいし尊敬するなんか本当に 昔というかまあ私5年間やってるんですけどバンザイジャパン5年間やってて最初の時はまあそう,いう時もずっと生歌でやってるからライブディールっていうか外部のライブに出るとエゴさせると「バンザイジャパン歌下手」ってめっちゃ書かれてて <laughs> やばいって思ってたんですよほんとに歌が下手くそだったのももうんと音の概念とかもかわらんし 大体やったんやんけどでもすごいそれが悔しくてカラオケいっぱい行ったしめちゃめちゃ歌うようになってようやくみんながいっぱい褒めてくれるようになってそれがすごい嬉しいなって思って声が好きとか言ってくれたりとかあとこうやって喋ってる時とパフォーマンスの時全然違うねって言われるんやけどでももうそれはもうねパフォーマンスの時はねスイッチをいっぱい入れてるから。 11月4日過ぎたら風になるじゃあの風吸って私が形にするわフルコピーフルコピーしてくれんの楽しみにしてよ。4号はおかえりお疲れ。いつ見ても蹴りはキレキレですな。いつ見てもね、絶対に力を抜かないって決めてる。最初も最後も100%。わらわらわら。 新曲 iTunes ストアで早く買いたい11月をめどにねあの発売されるのでお楽しみにしててください新卒のくだらないヒューマンエラーで残業になってブチギレまあ新卒の方はねしょうがないんじゃないかな、まあ、私もよく怒る立場なんでまあ気持ちも分かりますけどでも怒るって大変だよねごめん無理だから一部段コピーする是非まずは万歳三種やろう

エモエモのエモな曲ばっかりだったね今日はなんかなんだろううんエモかった <laughs> すごくエモかったななんか周りはみんな後輩になったしいつの間にか自分が一番上の立場になってて頼れる人とかもなくて一人だって思ってる時期もあったし 辛いなっって思う時もあったしでも不思議とやめたいとは思うことはなくてここまで辛い時とかもあったけど続けてきてでも続けてきてよかったなって思う瞬間がやっぱり所々にはあってうんーなんだろうな5年続けたからこそ見られた景色が今日あったんじゃないかなと思ったし。 きっとこれからも見れるって確信があるし楽しいだけではないけどねでも今日は何だろうすごく生きててよかったっていう <laughs> 思いました <laughs> 喉を直すに食べてるのえっとね 硫角酸と、硫角酸ダイレクトと、ペラック T 錠はよく飲んでますね、薬系は。あとは、あったかい飲み物を飲みまくって、喉を温めるのと、えっと、どうしても声を出したい、出さなきゃいけないときは、強制発的がっていう漢方を、あの、その声を出さなきゃいけない日は飲んでる。健康診断、寝坊できんので、そろそろ寝ます。おやすみ、めいちゃん。おやすみ、みけんたん。 健康診断した大丈夫かなでも運動したから超元気って言っとき所増やったって聞いてあーえっといつからだろう個人的には歌ってるんだけどね大体所沢ローカーで毎年歌ってるから充実してるってことそう充実してるよすごく怒る立場にもなったしねやばいよ <laughs> 上ってね、ね大変だよ、ね、でもなんか仲間が増えていくにつれて感覚がもう親みたいな <laughs> 年齢は変わ,んない変わらないんだけど足軽な子とかを見てるとすごい親みたいな気持ちになるよね。ステージ立てるだけで頑張れって思うしいっぱい怒ってきてるからこそなんか。 誰よりも輝く子になってほしいなって思いながら接してますマイカちゃんがメイさんは憧れの先輩って言ってそうマイカが言ってくれてて嬉しくても嬉しくてどうしようって思っちゃう顔が好きって言ってくれたの私顔自分の顔本当に苦手で本当に嫌だなって思うことが多いんだけどでも顔がすごい好きって言ってくれるんですよすごい嬉しいってもう 俺も。曲好きなんです。本当。あ、俺もっていうやつ。タットさん、こんばんは。こんばんは。れいちゃん、こんばんは、タットさん。そう、それ。 クロウロウじゃん本当に濃い。脂肪の吸収を抑えてくれるらしいよ。美味しい。知ってるよタッドさん着てたの。知ってるんだからな。 <laughs> 自分は全パーツ好きです。本当にでも自分が苦手な分、みんなが好きって言ってくれてたら、ブラマイゼロだし、フランスだから。ありがとう。す <laughs> や<ヤ>。気づいてたんですか気づいてるよ。タッチさんおるなって思ったもん。ダメな <laughs> まあさって26日がバン n イジャパン今の現メンバー18人での最後のライブだからできる限りのことはしてあげたいししてあげたいなって思うかなり <laughs> んちゃんもね最初から見てるけどね アシガルジャパンの時から初めてちゃんと足軽ジャパンとしてを教える立場として関わったのがんちゃんたちの代だったんですよシダマリアコマの代だったんですけどほんと教えるっていう立場としてはほんとに何もわからない。 買ったし何を言えば通じるのかとか本当に分かんなくて手探りだったんですけどあの3人の時の子たちと関わることができたから考え方もすごく広くなったしすごいいろんなことを学ぶことができて一緒になんか違う方面だけど成長させてもらえたきっかけの子たちで。 たくさんいろんなことも言ったし多分メインのこと怖かった時期とかも多分すごいあると思うんだけどですごいいろんなことを言ってきたから言ってきたしそういう時期があったのに今は隣にいてそれがあと2日でいなくなるって思って寂しいなって思って。 いつもいろいろ言ってごめんね。いや、全然いいんだよ。目にできることがあったら言って。あたしもこそっと見てました。こそっと見てたのしんごさんも目、分かってたよ。これくらい人間性が好き。人間性が好き。ありがとう。涙。泣かないね。全時期はね、3000円。だよ、1枚。取り損ねちゃった。ありゃまあ、せやね、そう。 26日来て日誌待ってる <laughs> いや本当に負けず嫌いだし頑固だし自分の意見負けないしすごいなんだろう自分を持ってるから私がないものを100%持ってる真反対のタイプで自分の考えを持ってて。 絶対に曲げないとところとか私は中身がない空っぽだったからいい意味で空っぽだったからいい意味でも悪い意味でもすごい空っぽでだからなんだろ言われたことにすぐ反応できるんだけどりんちゃんは真逆でこうしてみたらとかああしてみたらっていうのを私はこうだからって貫くタイプの子だったから。 なんかね正直私は今でもふざけんなって思うぐらいもったいないって思ってるしなんでって気持ちもめちゃめちゃあるから実感できないしどうせ今寝てんだろうけど <laughs> 電気つけて寝てるんだろうけど今,今でも本当に言い方悪いけど許せないぐらいにはもったいないって思ってる。 それだけの可能性があるのに「なんで?」っていう気持ちがすごい今は強くて「んなんで?」って思うんだけど「なんで?」って思っちゃうしでもなんだろう本人が決めた道だしそれをね私とか第三者がね 決めることってできないしでもなんか次を決める子ってやっぱり最後に近づくにつれてすごくキラキラが増していくんだよずるいよねほんと置いていくのに置いていくわける、わけるうん置いてかれるわけではないんだけどずるいよなって思っちゃう <laughs> でも私はあの子が。 辞めてもグループからいなくなっても一緒に活動してきた3年間っていう3年過ぎちょい3年よりもっと後かなの時間っていうのは変わらないしこれからも何かあったら助けたいなって思うし何があってもりんちゃんのリーダー しでも26日はもちろん4日が最後のライブかもしれないけどそれはただのただのって言ってらたらあれだけど復活であって来れない方が多いし実質メンバー今のメンバーで出演できる最後のライブ本当にしだりんの ララストライブっていう感じでの枠っていうのはあさっての26日だからその日はりんが望むように笑顔で溢れる空間になるように泣いちゃうんだろうけどねいろんな人がでもなるように幸せな空間本人が本当に来てよかったって思ってくれるようなそういう時間にできるようにできることは全部やりたいなって思うし。 うん、それはでもリーダーとしてちゃんとそういう空間にしたいなと思っております <laughs> 全然泣かないよ本当にそう全着5,000円かと思うやん安いんですよ3,000円なんですよびっくりでしょその辺のエピソードいつ聞いても味がある本当いや実感なんて湧かないよ湧きたくもないし 今寝てるけど寝息めっちゃ聞こえる。か,かつくなあ。あやつー。こういう話してることも知らないんだよ。あの人。ほんとに。自由だなあ。笑って送り出すよほんとに。こちらが10教,教えてあげて、9教えてもらうこともある。いや、全然。私ね、足軽ジャパンと接するときは、マジで。 私が10教えてたら20のことをもらってる毎回それぐらい彼女たちは私にとってもすごく大事な子たち十二2 0教えてもらって30ぐらいを気づかせてもらうみたいな10いろんなことを彼女たちが教えてくれて20年、ね、あと10ぐらいは私が 見えなくなった部分とか見なくなった部分とかそういったところを気づかせてくれるうんそうだよリーダーなんだよな <laughs> んでなんだろうねって思うけど私はこのグループのリーダーでいれることはすごく誇りだしそうだねいつか自分も 訪れるんだろう最後の時っていうのがあるんだろうけど今はまだ全く自分の中では決断がつかないしその決断をした志田はすごいなって思いますよ4過ぎたら一気に来ちゃうよね絶対分かるよ私辞めても会えるんですけど <laughs> 一緒に住んでるからねまだふむ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 。ふむふむ めいちゃんかっこいいもんそうかっこいいかっこいいのかなどうなんだろうへなチョコですよ <laughs> へなチョコだしポンコツだしほんとポンコツ今日さライブありがとうございますっていうツイート間違えて1二十4じゃなくて1人登録って書いたしねそんなことしちゃうぐらいねポンコツなんですよ それを隣で支えてくれてたのが志田だったからなんであいつ今寝てんだろうって思っちゃう <laughs> いやほんとにふざけないでほしいほんとになんでいなくなるんだろうって思ってるよ今でも今でも思うしだからこそ26は。 盛大に笑って送り出したいと思います。かっこいい尊すぎてコメント挟む。そんなことないよめいちゃんこんばんざいのびるねちゃんこんばんざい今日的な昨日はめちゃくちゃ楽しかったありがとうミニお前足大丈夫早く直してねすごい心配になっちゃったチキ取る時とかすごいいっぱい動かしちゃってごめんね なんかね、うちらが動いたらよかったね。ごめんね。風が吹いて水が飛んできたら、それは俺、わかんないよ。メイの涙かもしれない <laughs>。俺はこかっこいいと思うよ。こんなリーダーについてきて。ほんとそんなことないよ。変なチョコだよ。もっと頑張んなきゃ。撤退します。慎吾さんまた来てね。よッピーヤーメイだよ。そういうモードね。いや、もう元気モードだよ。<laughs> 元気元気。常に元気だけどな。 いや本当に今日のミニオンマンライブ楽しかったみんなが楽しそうでよかったバンザイ好きなんだなって羨ましいそうだよバンザイジャパン大好きだよ誰にも負けないと思う親もい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 今日はみんなに可愛いって言ってもらいたくてネイルも頑張ったし 頑張ってからみんなが可愛いって思ってくれたら嬉しいそう今日だったミニワンマンライブがあさってメンバーが一人脱ったりするんです寂しいねそういうところ知るたびにめいちゃん好きになるしそこに惹かれたから始めたんよありがとう選ぶ V やっぱめいちゃんだなーだなーって言ってもらえたらいいねありがとうなっかはいはいグッドイブニング遠征続きであんなにみんな忙しい中よくフリーレーとかしてて3曲全部い,、はい、いためいふみすごいなって思ったそうですねちょっと大変だったけど <laughs> 死ににそうなった時もあるけど頭パンクして寝れない時もあったしいろいろあったけどでも本当は12日に披露できるはずだったから悔しかったんだけどねだから本当に12までに遠征帰ってきて1週間かタイに行ってる時とかにタイと北海道で新曲の振りを覚えて。 とかか言ってたからねなんかすごいようやくみんなに見てもらえて嬉しいそう送り出すのまた送り出す側になりました <laughs> 今まで一番メンバーを見送ってきたからなんだろうね見送ってきたけど見送るのは慣れないなでもいつだってね みんなシャキッと胸を張って去っていくから本当に心の底から幸せになってほしいなって思う本当に3人で仲良くい,いようね仲良くいるよ本当に仲良しだよ Today is so sleepy Wow Wow この前水ちゃん見たよおっなも元気だった 髪だけ切って可愛くなってたやっぱショートの方が好きみなもはみなもさんはショートカットの時の方が好きだなやっぱ元気だったよかったよかったいやーその時はまだ考えたくないよ考えたくないしみんなも考えないでいいよもうちょっと言いさせてください う、wow. so wow! 嬉しい !I am very happy.Thank you. びっくりしたけどね、びっくりしちゃうよね、そりゃ。いつかコートたちとバンザイハウスを実現させたい。どういうことバンザイハウスを実現ってどういうことどう実現するの ?3 人で親しむってこと タコちゃんとガ我イガで3人でシェアハウスするのお宅でルームシェアウケるちゃんとおのおのの部屋作りねそれぞれの部屋持たないとねしんどいよ始まりがあれば必ず終わりもあるとかないとか終わりはあるよだって人間がそうだもん人間には終わりがあるからねだから終わりのないものなんてないんだよ だから、履かなくて尊いんですよ尊くていいんですよねいやでもしんどそうだな絶対しんどいと思うなんか大変そう男性の3人ってどうなんだろうねでもいいんじゃないかな女子よりはなんか楽そうだけどね今やりたいことも今しかできないそう 常に今しかできないことしかないからみんな今を大事に生きていこうなとりあえず凛ちゃんのファンの人にはまずは26日死ぬほど楽しんでほしいな泣いてでもいいから笑ってほしいまだめいちゃんを応援させてください知らないことしかないけど これから知ってくれたら嬉しい <laughs> YouTube 活動したらいいんじゃない？売れるかもよ終わりがあるのはあんましょうがないとしてもちょっと早すぎた早いねーでも本人が決めちゃったからさ未だに私もだからもったいないって思ってるよすげんなって最後言おうかなって思って毎日言ってるよ私はまだ許してないからねって今ずっと言ってるから毎日言ってる 案外一番寂しいのは安原なのかもしれないえ <laughs> 泣きそう嫌 <laughs> だな鈴江ちゃんメイちゃんメイだよやっほあられちえんちゃこんばんちゃメイとはもっと話すかえぜひぜひ話しに来てジャパンエキスポー To there, to there in January New Orleans. Will you be here? Yeah, I want to go. Yes, town. Gamba, <laughs> I'm fighting. まずは一人暮らしでもっと大人に成長しないとなって思ってるからそこからでも一歩目がルームシェアの方が楽だけどね意外と多分一人暮らしはマジで楽だけどねでも家事とかいろいろあるし一人暮らししんどい嘘まあ全部自分でやんなきゃいけないからそこはしんどいね確かに。 お母さんが買ってきてくれたクッキーおーこういうやつホノルルクッキーです知ってるホノルルクッキー一人の時間苦しいとは苦手かもねメイは一人の時間大好きだからちょっと一人の時間がないと生きていけない 全然あり全然ありか楽しいと思うけどねこういうやつです箱に入ってたちょっと今三人で食べてるの慣れるまで時間がかかるあマッスルはあるね安原さん安原めいさんピットさんこんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いしまーす初めましてバズジャパンしかおきの伝道シリーダーの安原めいですよろしくお願いします ありがとうございます。時々一人がどうしようもなく辛い時がある。ああ、私は基本的一人じゃないとしんどい <laughs>。メンバーと一緒にでも楽しいし、三人で暮らしてもすごい楽しい。でも、ちゃんと一人の時間が確立されてるから楽しい。一人の時間がないのが苦痛ですね。 一人の時間がないと苦痛になっちゃうから一人の時間はすごい大切にしてる美味しそう美味しそうでしょライトさん今日お疲れ様お疲れ様素敵な時間ありがとうこちらこそありがとう来てくれてこれからも一緒に頑張ってね応援してるありがとうワンモンライブがあったんですかそうなんですよ今日 的な昨日ですね、10月24日、バンズジャパンミニワンマンライブ1024というミニワンマンライブが赤羽レニーアルファさんで行われたんですけども、そちらが本日終了しました。次のワンマンライブは1月の14日、2020年1月14日、新宿ブレイズさんで10人トイロを行わせていただきます。公演名が10人トイロという公演名なんですけど。 おめいちゃんやすみおやすみ,おやすみ今日の配信好きだったほんまにそういうとこえ、ありがとう一人暮らし長すぎてもう誰かと暮らすとかできんかもしれん一人暮らしが私も一人暮らし5年した後に今3人で暮らしてるからさ最初はちょっと戸惑いしかなかったおわってなった人がいるってなった だだろうだからお風呂とかそういうところのお風呂とかそういうところの時間がかぶったりとかするときに一人だったらそれがないのになぁと思うけどでもなんか別にあんま気にはなんないかな3人ともあんま他人に干渉しないから楽に進んでるんだと思うわかるわかるでしょ ユニットでされていて昨日はソロだったんですかいや今日もずっとユニットです基本的には常にユニットで活動しててソロライブとか本当にたまーにですね I have to go to sleep oh good night have a have a nice day e a c の have a nice dream <laughs> いい夢見てね んちゃんがチーズケーキくれたんだけど食べられないお腹いっぱいになっちゃったおやすみいい夢見てね見るよありがとう一 <laughs> 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 人は楽だけど寂しいね孤独が楽しいんじゃんなんだろう一人 の表現の仕方だと目は思うんだけどね基本的にはうんんだろう言ってる意味としてはなんか書くものあるかな,なんか NHK から届いてて届いてるけど取りあえずいいやさすがにその紙に書くのはあれだから なんだろうこれは印くんですねなんか私はなんだろう一人はすごい好きなんだけど一人は嫌だはこれの違いかなと思う 一人はすごいいいんだけど一人になるといやだから常に私はこっちを求めてるこっちは求めてないですこっちでいいかなそれの違いだと思う私は基本的に常にこっちだからこっちではないからうん一人じゃないと 考えられないこととかもあるし私は一人を欲してる時がある一人の時間がないと私は生きていけない人だからこれは絶対かなこっちの時はたまにあるんだけど感覚的に何だろう別に周りはそう思ってないけど急な虚無感とか孤独感って突然芽生えるじゃないですかこっち。 そういうういはマジとことん暗くなっちゃうしだけどでも何だろうそこを感じれない人って人のありがたみとかは分かんないと思うからう分かる人はいると思うけどだからこそ人を大事にできるんだと思うしだからね難しいけどその一人は嫌なんだけどでも。 別に長い目で見れば別に嫌なものではないいろんなこと考えられるし分かるからオリジナル曲を歌われるのかなしかいや全部オリジナル曲ですねワンマンライブとかも全部もうここ最近はカバー曲は歌わなくなりました楽しいは分かる分かるでしょそうだから寂しいっていう感情は あるけどたまに本当に実家帰りたいとかあー家から出たくないなとかなんかなんだろう家に帰りたくない時とかあるけどえっと駅とかざわついてるところに座ってたいっていう時とかいろいろあるけどでもそういう感情も別に悪いものではないかなと思ってるからうん。ね難しいよね人間って。 曲は人間難しいに落ち着くんだよ楽しかったワンマンライブ本当にミニじゃないミニワンマンライブ名前だけのミニって感じが私はすごく好きだったしなんか本当にスタッフさんがたくさん動いてくれてもう急遽ょだったしなのにあそこまでいろんなことしてくれるってすごい恵まれた環境だと ワンマンライブとかチケット代金おいくらなんですか東京とか関東しかないんですか今のところワンマンライブは基本的に関東しかやったことがないです。基本遠征とかでライブに行かせていただくときは台湾ライブって言って大体20分とか25分枠のライブしかすることがないので今のところ次決まってる遠征が新潟かなそれは私ないんですけど 新潟でその後決まっているのが福岡山口福岡かなそれは全部台湾での遠征になりますワンマンライブは、えっと、基本的にはそうだね多分、えっと、なんだ基本的に大体3,000円とかそれ以下ぐらいのワンマンライブの料金でやらせていただいてて今日のミニワンマンライブは急遽だったりとかいろんな理由があって500円のワンコインでのミニワンマンライブでした。 赤羽レニーアルファさんですね次の1月14日のライブは一部二部制になってて、えっと、料金が量変わるんですけどで一、えっと、部は、ま、いくらというのはあるんですけどそれは新宿のブレイズですねその感情がわかるようになったのがつい最近本当？ でもみんな感情がフルメーターで動いてるわけだからたまにはこうなるときもあるしこうなるときもあるしこうなるときもあるんだよ誰もいない部屋に帰ってきて誰もいないのにただいまっていうときの悲しさあそれはわかる寂しいよねめっちゃただいまもお帰りも言ってくれる人いないんだよ自分で言うしかないお帰りお帰りっつって自炊して一人でただいまですごちそうさまっていただきますごちそうさまって言うときも泣きそうになるときあるああ 全然なんかもう慣れましたおいしいあって感じで, <laughs> でも独り言が増えるね石川県で故郷のライブはしたあえっと9月9月に遠征させていただきましたその時はグループでのライブとソロライブをやりましたまあいいやまあいいよ楽しく生きていこうよみんなで。 楽しくねみんなで26日迎えられたらいいなと思いますはいということでじゃあそろそろ配信を終わりたいなと思いますミニワンマンライブ1024本当にありがとうございました急遽決まったのに来てくれて本当にありがとうワンマンライブ1 0 2色は1月14日に新宿ブレイズで行われることになりました いろんな思いがあると思うんですけどもその時のメンバーで見せられる最高のパフォーマンスを絶対にお届けしますのでぜひ来てくださいもう今から有休取って会いに来てくれたら嬉しいこの日は絶対来てほしいですそして26日も「白金高菜のセレンド B2」さんでメンバーのしだりんちゃん最後の関東でのライブがあります 実質そのののの日日が絶対ににになりますすす最後のライブでで来来ててししいいたくさんの人に来てほしいですぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。ありがとうね、むいちゃん。うん、全然。お疲れ様でした。お疲れ様です。TV フォローと Twitter フォローしましたよ。ありがとう安眠します。<laughs> 明日からも頑張ろうね。ということでね、一人旅とかは余裕だけど、帰る場所がないときつい。そうだね、そこだ。 お疲れ様、ありがとうということで以上バーサイジャパン四角形のねのしリーのーの安原美依でしたバイバ,ーイ <coughs> バイ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 仕事の体制作ってバイバイおやすみおやすみのしのしのし。 おつ、70おつ、2週6楽しもうな。バイバイ。